オーストラリア出身のダニエル・ビカルドが2019年に離れたレッドブルへの復帰の噂に微笑みながら応じ過去の波乱万丈な経験を振り返りましたアブダビでの取材で12ヶ月前には多くの噂は通常ネガティブなものだったと思うとリカルドは振り返りましたビカルドはマクラーレンでの成績不振を理由に解雇されましたが 2023年シーズン途中にレッドブル F1 のジュニアチームであるアルハタウリの一員として復帰。この復活がレッドブル、レーシングのクリスチャン、ホーナー代表によって支持され、セルジオ、テネスの後継者としての可能性が噂されています。ホーナーは最近、ダニエルは素晴らしい男だが、キャリアの初期にひどいアドバイスを受けたんだ、と述べ、 誰もがいつかは失敗するものだが、彼は自分が間違いを犯したことに気づいたのだと思う、と補足しました。リカルドは、マックス、ヘルスタッペンのチームメイトになるという噂に対しては笑顔で応じ、噂であろうがなかろうが、まさかレッドブルに戻るかもしれないと言われる日が来るとは、12、18ヶ月前には想像もしていなかった、とコメント。 一方で、レッドブル首脳陣はセルジオ、テネスの2024年契約に関する噂を否定。単なる噂とはいえ、そんな噂が存在するとは思っていなかったので、微笑ましいね、とリカルドは述べました。リカルドは、それがプレッシャーだとは全く思っていない。ただ、山あり谷あり、浮き沈みがあっても、まっすぐに進んでいれば、 とんでもないことが起こるかもしれないということは、僕に勇気を与えてくれるんだ、と自身の信念を語りました。また、現在のアルハタウリでの契約について、来年のシートを獲得できてとても嬉しいし、手のことで泣いていたときにサインをもらえてとても嬉しいよ。結局のところ、レッドブル、ファミリーに戻ることができて本当に嬉しいし。 ビッグチームではないにしてもここでは本当にに良いい場所にいるんだと喜びを表現しました最後に「レッドブルのドライバーとしてのキャリアに終止符を打つのはおとぎ話だ」と言ったけれどそれが保証されているわけではないことを知っているから今でもおとぎ話という言葉を使っているんだとリカルドは言葉を締め作くりました。